友達作りたい。ありがとうございます。宣伝していただいて買ってくれたってさっきさんから聞きました。元気ですか？大丈夫ですか？え、全然大丈夫。今鍋に重曹を入れて、うん、サビを取れるかをずっと見てました。30分ぐらい見てました。今ちょっとお店の方と芋立ちになれるか芋立ち撮ってて、もしパパさんが芋立ちになってもいいよって思ってくれたら、私のこの固い芋にもう固い芋を添えていただけると嬉しい。固い芋ぜひ芋立ちになってください。はい、芋立ち芋立ちまたこの団子をみたらし買いに来るんで、お疲れ様でした。聞こえたんだ。そう言ったんですよ。聞こえました？聞こえた。良かった。聞こえるんだ。良かった。そうだから聞こえてるか見えないしさ、聞こえてるか分かんないからさ、なんか一人で気まずくなった。なんかみんな反応できないじゃん。こちらに。あ、そうだ。鼻水出てる。やばくない？ちょっとこちらに。はい、鼻水は出てます。はい、私と芋立ちになってくれますか？はい。せーの、芋立ち。芋立ち。ハートになっちゃった。すいません。はい。TikTok はさやかさんですか。はい。いつも僕 TikTok で拝見させていただいてます。マジ？モノマネとか。あ、そうです。いつもなんかマイクで。マイク起きる。してって。え、お店の方？お店、そこの焼き芋少年団の。そうなん、焼き芋少年団。はい。私と芋立ちになってください。せーの、芋立ち。すごい苦笑いしてるけど。ぜひ私と芋立ちになってください。はい、せーの、芋立ち。ありがとう。これ私結構気に入ってんだよね。結構本当に気に入ってる。もうもはや友達だよね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません。あ、私？あ、私？お名前ですか？はい。ありがとうございます。何がおすすめですか？あ、こちら多い。こちらですよ。なんか本物の芋なんですよ、これ。見てください。ちょっと開けますよ。じゃーん。ぜひ私と芋立ちになってください。せーの、芋立ち。なんかね、カレーパン売ってる方が YouTube 映りたいって言ってたんで。私と芋立ちになってください。せーの、芋立ち。ありがとうございます。元気で楽しかったです。もう全部曲覚えてマジせーの、芋立ち、OK です。ぜひ、私と芋立ちになってくれますか？せーの、芋立ち。イエーイ。お姉さんも姉さんもイエーイ。芋立ち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 。ありがとうございます。いつも盛り上げてくれてありがとうございます。最終日までよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お疲れ様でーす。花雲ねこれこれめっちゃうまかったです。これ。これやばいっしょ。普通に焼き芋だった。でしょ。そう。ぜひ私と芋立ちになってくれますか？はい。せーの、芋立ち。今日雨だからパネル持ってこれなくて。でかいやつ。夏の時こうやってやつ。夏のやつ。芋立ちになってくれますか？はい。せーの、芋立ち。おすすめやっぱ塩焼き芋。ですよね。ほんのり塩味で、ね。ファンの人もめっちゃ美味しかったって言ってましたよ。塩焼き芋食べたって。ありがとうございます。あと2日。よろしくお願いいたします。はい、ここから歌聴いてます。ありがとうございます。ございます。イエイ、芋立ちになりました。石焼き上がりです。
次は私の食べました海苔塩フライドポテト日比焼き芋さんですね。ぜひ、はい、私と一緒に、はい、芋立ちになってくれますか。せーの、芋立ち。最終日までよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもよく元気にもらっておりますので、ありがとうございます。優しいのよ、すごい優しいのよ。調子がいいかもしれない。やめてください。バイバーイ。バイバーイ。今からありがとうございます。面白い、みんなあのお店の人呼んでる、呼んでるよ。今呼んだ。さやかって言われたよ。なんか今怒られたんかと思ったよ。プレゼント for you。 え、なになになに、何の芋バター。わー、これパンに塗ってから、塗ってから焼く、2-3分、食パンにこう塗ってから焼く。ちょっと水分飛んで芋の香りがふわっと、ちょっとだけこのあったかくなる、サクサクサクで、あの五島の安納芋ペーストと北海道の日高バター合わせてるから結構上等。めちゃめちゃいいの組み合わせで、しかもだって見たら一番有機安納芋が一番多く使われているバターです。で、もらっちゃいました。え、店長さんですよね。社長です。社長です。社長です。お偉いさんです、はい、偉い人ね。私とぜひ芋立ちになってください。芋立ち、せーの、芋立ち。イエーイ、やったー。今 YouTube 撮ってまして、はい、これ動画なんですけど、今芋立ちになってくれる人を探してるんです。芋立ち、そうそう、お芋の友達、ぜひ私と芋立ちになってください。せーの、芋立ち。鉾田市のね、あのスパイスのお店なんですけど、はい、私のうちわを持ってくれてるんですよ。夜な夜な作ってくれたんですよね。夜な作りました。そんな優しいことで、私のライブにいつもね来てくれてるんです。毎回行ってます。で、あのレン君はあの私のワンマン来てくれるみたいな。あ、レン君、おはよう。おはよう。もう持ってたから。おはよう。芋立ち。どうしよう。ありがとうございます。やった。鉾田市。鉾田市さん。で、鉾田市さん。これね、漢字ね。そうそうそう。そこ頑張れてなかったらしいから、鉾田市でいいです。鉾田市から。ね、ここに書いてあるから。札幌か。ありがとうございます。せーのって言ったら、はい、芋立ちって言ってほしいんですね。いきますよ。ぜひ私と芋立ちになってください。はい、せーの、芋立ち。ありがとうございます。めっちゃ笑われてる。めっちゃ笑われてる。ありがとうございます。テンションがどんだけって感じですか。さっきも言われました。ぜひ私と芋立ちになってくれますか。もちろんです。せーの、芋立ち。豚汁食べようと思って食べに来たんですよ。超濃厚になってるから。え、美味しい。絶対明日も寒い。なんか明日ちょっと雨っぽいですよね。みぞれっぽく、なんかすごい寒いらしい。でもちょっと暖かいんじゃないですか。暖かいですよ。暖かいですよね。マジで暖かいです。そう、絶対暖かいでしょそれ。ありがとうございます。え、かわいい。あ、これ、あ、そうだよね、そうだよね、お盆。ありがとうございます。ああ、来てくれましたよね、ありがとうございます。え、久しぶりだよね。え、終わったの。だってあの、めっちゃ好きって、やばい、すごい。芋の友達ね。もしいいよって感じだったら、私が硬い芋を出すんで、もう硬い芋をこうやって添えていただいて、そうで、せーのって言ったらカメラに向かって笑顔で芋立ちって言ってほしいですね。わかりました。ぜひ私と芋立ちになってください。せーの、芋立ち。その時まで今この瞬間
友達たくさんできました。